どうもどうも、積もってたジャグラーを捨てたマンでーす。そしてこれは100万円でーす。はい、本日は2022年10月26日でして、週刊少年ジャンプ47号、読み切り倉園のりひこ先生の竜とキョンシーの感想です。17ページの読み切りでして、今回はジャンプショートフロンティア読み切りではない感じのようです。タイトルが竜とキョンシーという、タイトルなんですけど、キョンシーの出てくる、読み切りです。キョンシーって中華風ゾンビだよななんて思いながら、読んだんですけど、いわゆるゾンビ漫画とは違うような展開だったと思います。まあ強欲な、村人に対して金を要求する、ゴールドを要求する強欲な、同志が、主人公なんですけど、その強欲と思われた、振る舞いというのは実は点点点点点点という感じの内容でした。前編読みまして、絵がとてもいいなと思いました。バトルシーンも迫力がありますし、キョンシーとかあるいは主人公のキャラとかも、かっこいい感じだと思いました。ストーリーの部分で思ったのは、まあ何と言いますか、抽象的な表現になるかもしれませんけど、こうだからこうという感じの印象を受けました。キョンシーとか同士の設定があって、敵の大きいキョンシーの設定があって、強欲と思われて、金を集めていた理由があって、で最終的に、エンディングになるというようなイメージだったんですけど、まあ多分主人公は悪いやつではないだろうなと思いながら読んでいた部分もあるんですけど、まあラストに必要なための、設定が並べてあったっていうような、読み味でした。まあ17ページの、読み切りなので、その中で意外性とかそういうのを持たせるのは難しいと思うんですけど、もっとページ数が長ければ、用意された設定が生きたのかななんて思ったりもしました。ラストに、ラストページが、駆け足的に1000年後の未来まで描いたのは、ちょっと良かったと思います。はい、そんな感じの竜とキョンシーの、感想でした。あとキョンシーというのが中国語で書かれてるんですけど、これは多分ルビがないと読めないし、あるいは、スマホとかで打ち込むこともかなりの難しい、言葉だと思うので、SNS とかで、バズったりする、現代的な社会において作品名を入力できないというのはデメリットになるんじゃないかなと、読む前から、思ってました。そんな感想でした。面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。